さあ始まりました、教えて神保町質問トーク。はい、いいよ、なるどんぐらいく、おいた。さあということで、神保町質問トークとは、神保町所属メンバーがお客様からの質問に答えて、うん、トークをしていく企画となっております。ありがとう皆さん。事前に我々サンタモニカへの質問をお客様から募集しまして、うん、ありがとう、質問を送っていただいた皆さん本当にありがとうございます。 ありがとうございます。なんだその感じで。いや、ありがたい、バンドマンみたいな感じで。ああ、ありがとうね、ありがとう。みんなよくないぞお前、全然目指そうな。武道館立ってから言え、それ NGK。 ああそうか、俺らの武道館みたいなことかっこいいのかね。さあということで、こちらには質問がたくさん来ておりますので、早速質問に答えたいと思いますけど、はい、まあだからね、一旦こっちが抜粋されてる、なるほど、感じなんですけど、まあこの選んでいただいたやつ言って、うん、もし時間余ったら、そうだね、なんか他にも答えていくって感じしますか。はい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 、はい。まず、個人名&コンビ名の由来を教えてくださいということで、僕のまず個人名で言ったら、僕は本名です。本名ですね、はい、確かに。これはもう未だにやっぱり、だからもう最近ね、その知ってくださるようになった方とか、うん、この本名ですって言った時が一番新鮮にね、そうね、テレビみたいなリアクションしてくれる、ってなってくれる。なんか前説の時とかもね、結構ってなってる。そうね、前説はね、常に新しい、そうね、新しいですけど。ポール君は、ポール君は、本名高橋俊也です。これはそうなんですね、で本当はそうなんですけど、高橋俊也ですけれども、だから彼がマイムなんで、高橋俊也が名前すぎると、まあ普通すぎるってことだね。名前すぎまして、ちょっといろんな先輩からちょっと改名案をお伺いしまして、そうそうそう、いろんな方に聞いたんです。例えば、うん、ナイチンゲールダンスの中野ナカルティンさんは、はいはい、高橋ボーイアドバンスと、うん、僕の幅が広いから、そう、横幅がね、横幅が広いから、ゲームボーイアドバンスみたいだから。あと、ハルちゃん、うん、ボルジクのハルちゃんは華麗なる高橋とか言ってくれた、ギャツビーみたいなね、ギャツビーみたいでいいじゃんって言ってくれたんですけど、うん、屋敷さん、ニューヨークの屋敷さんにお聞きした時に、ポールと言われまして、高橋なしのポール、それがちょっと並びであって、面白すぎて、まあそう、高橋何々とかなんとか高橋が多かったから、 その中でもポールがいいんじゃないで、占いの結果確かポールが大失敗するけど大成功もするっていう結果、確かに確かに、そうそう、ギャンブル性があるギャンブル性があるからっていうので、そうそう、ポールにしたんです。で、まあサンタモニカの由来はもう何もないですよね、別に本当に子供の響きだけで、もう僕がなんかジャッジっていう映画見てた時に出てきたのがサンタモニカ、うん、ただその前にポール君がこんなんいいんじゃないって出したコンビ名が、うん、何でしたっけ、ヤングジャンプ、そう、これがまずすぎるってなって、じゃあサンタモニカにしようかっていうので、サンタモニカに、ヤングジャンプでもいいですよね。これが僕らの由来ですね。そうです。さあ行きましょうか。お二人が一番気に入っているつかみを教えてください。ああ、なんだろうね、なるほどね、つかみか、つかみ、まあ僕らね、毎回つかみでなんか動きで、僕の方がマイムと申しまして、こちらで〇〇をしているのがポールですみたいな、はいはいはい、パッケージにあるんですけど、そうですね、まあそうですね、僕はあれですか、やっぱりボタン連打して、あー水中のやつ、ボタン連打して水中にある輪投げを横に入れるおもちゃをやっているのがポールです、はいはいはい、ポール君がセンターマイクでこうやってやるっていう、もう本当初めて見に来たお客さんはずっと失礼だなと思ってるだろうね。どうもとかお辞儀もせずに、うん、もうはず、もうあっちは何あっちと思ったら、そうなって、あ、そう、そういう始まりね。あと最近ケツ向けるパターンもあるあれはもう本当まずいよね。あれはねちょっと、ね、うん、僕は最近全然やってないんですけど、今過去にタイムスリップしてきたのがっていうやつが好きでしたね。何それ。だからどうもここは、あー、はいはい、こちらでね、今タイムスリップしてきたのがポールズっていうのが好きだったんです。ほぼ伝わらなかったからね、うん、そうだね、伝わんなくてね。難しいんですけど、あれ好きだった、はい、それもいつかやるかもしれない、はい、ということで、次、3本目、最近サンタモニカを知りました、俺のここ見てを教えてくださいということ。ここ、なるほど、だからサンタモニカを知ったけ ど、なるほど、ね、まあ、ネタは見たことあるかもしれないけど、例えば平場とか、あ、まあネタでもいいですよ、ここがあれなんじゃないかみたいなこと、まあ僕がそうですね、こう平場のところで、うん、本当に一番楽しそうに笑っていますこれはね、満を持しています。あ、でもそれ俺もそうかもしれないな、僕も全力で楽しんでいるとこと、うん、たまに、はい、いいツッコミをしているところを見てほしい。いや、すごいなお前、うん、すごいね、たまに刺さってる。でもあれはいいやつでこう、うん、一発で仕留めてるじゃなくて、一発で泣いて闘牛みたいな、そうそうそう、ずつやってる、それがたまにできるかなって。なるほど、ですね、ポール君は、僕作曲センスですねどこに見せるの。まあたまに主催とかで前やってましたけど、歌はね、毎突発的に曲作れって言ったらそれなりに曲作れるんです。確かに曲、作曲能力あるんで、作曲、それをなんか見せれる場所があったら、うん、そう、見てほしい。次まして、出囃子の由来が知りたいです。あ、モスですね。モス、ドゥ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 
もサカナクションか、そうだからなんかまあそこはちょっと使ってみたいなみたいなのもあって、うん、で何曲か出し合って、でマイムがそのモスどうってなって、俺もサカナクションめっちゃ好きだったから、うん、あいいじゃんっていうので決まりましたね。そうそうそう、なんか案あったっけ他。だ前僕ナンバーガールの透明少女っていう曲を幕張使ってた、幕張出てた時、そうちょっとなんか渋すぎるっていうのと、いやてか俺がずっとあのイライラしてた、そのあ何これどこで寝んのえ何やこうはいはいはいっていう、まあでも出るタイミングがめちゃくちゃいいっていうのもあるね。そうボスは出やすい、うん、ちょうどいい長さ でちょうど僕らが所属最初からいたじゃない、うんうん、劇場その、うん、デバイスできるっていうので、はい、僕らがあれですけど、何回もこの新しく入ったやつらがボスにしたいですって言ってたらしいから、ね、あ本当にでごめん、ね、いやもういますっていうこと、あありがとう、ごめんねみんな、ごめん透明少女はいいということで続きまして、お二人の衣装がバランスよくておしゃれで大好きです、うん、どうやって決めたんですかというか、ああなるほど、まあだから僕はこういうのもありますけど、赤の真っ赤のセットアップのやつもありまして、ポール君はこれでっていうのこれです、まあいいおしゃれだって言われますけど、最初ひどかったですよね、最初ひどかったね、最初はこれの下を買ったんですよ、そう下も、ね、上下買ったこれセットアップなんです実は、マジであのブランドはそのこれを上下で売ってどう売れると思ってたんですな、いやそうね、これがな、だから僕が下履いて、うん、ポールがこれ履いて、そうそうそう、僕がなんかまあ上青いシャツみたいな履いて、こいつが黒いパンツみたいな感じだけど、もう本当に大沢さんに気持ち悪いな、あの最初沢さんにやめた方がいいよってすぐ大沢にもないそれなんだあれってなってやめろってなって、そうそう、でまあポールのこれは残しでいいかみたいな、うん、だ最初これでこっち普通のあれだったよね、あ僕は普通のジャケット黒のあれでしたけど、うん、やっぱりまあ色味が欲しいなっていうので赤くしてみたいなことで、これはもうね絶版なんですよ、あもうないのか、もうないの売ってる、あのメルカリとか中古だったら売ってるかもしれないけど、新品ではない、新品ではもう生産されてなくてですね、皆さんお待ちしております、最悪のこと聞いたんですけど、あの渋谷でこれ着てる男がめちゃくちゃあのキャバ嬢殴ってたって、お前でしょ、俺じゃねえよ、いや俺殴るとしても殴るとしてもさすがにそれで殴る、俺着ないんだよ、俺これ殴ってないんですよ、そう、怖い、危ない、俺じゃないんだよ、それ違うと思う、街でこれ着てません僕、ポールさん来ましたよ、ポールさんに頼む、あ何ですか、最近出会って涙を流した心に来る娯楽は何ですか、 ありがとうございます、もうポールがやっぱり最近1ヶ月で付き合った彼女と別れたって、やめてくれ、もう今一番心から涙流せる人間ですから娯楽じゃない、やっぱね、いやこれがそのまあその私ごとで別れまして、でもなんか曲でさこういろいろこうなんか涙を流すとかあるじゃん、はいはいありますね、多いですね、俺それなんかあんま入ってこなくて、まあ 難しいんだね、難しくて、で今それで逆にめっちゃ癒されてるのがあのアニメ軽音です、あもともとだってめっちゃ好きだったもんね、中学生の時から大好きで、もう久々にあのアマプラで見ようと思って、あるんだ、あるんですよ、やっぱね、高校生の女の子4人が仲良くなんか友達のことを思いやりながら音楽作ってる姿泣けるやばい、皆さんじゃあおすすめみたいな、マジで泣ける、ぜひ警報見てください、あったかい涙が出ます、はい、次、あ、僕にも言いましたね、マイブさん、最近ドラムで演奏したいと思った曲はありますか、ということで、あードラムでね、ちょくちょくやっぱり僕も叩いてたり、ね、うん、僕らの音楽できるだろう、まあそうね、まあ、ワンチャン NGK か武道館目指したりですけど武道館よりだな、うん、まあだからもう最近そうですね、だから練習してたんですよ、あの 怪獣の花歌だっけ、何で怪物の花歌だっけ怪獣の怪獣だよ、花歌じゃない、うん、本当に練習してたのも思われちゃってるでしょ、うん、いい、あとまあずっと叩きたいのはあれですよ、ユニゾンのシュガー、テレテテレ、あれまだ弾けない、シュガーソングとビタセップ、むずいなあれは、一緒でいいです、あ、むずいんだ、はい、テレテテテレテテテテ、俺だからもうずっとあれもうあのドラム打ち込みだと思ってるからいやいやいや、見た目だけやってんだろうなと思って、やってるだろうあれ相当うまい、あ、むずいんじゃん、ちょっとそれはいつかやりたいと、どうやりたいね、一日だけ神保町メンバーの誰かと入れ替われたら誰と入れ替わって何がしたいですか、おー面白い質問、なるほど、うわ、これ悩むな、ちょっと誰だろうな、誰、これ一気に悩む質問だね、悩むねこれ考えたいもんね、うわ、ちょっと待って、あ、でも、あ、俺もその、日にちも決めていい、あ、はいはい、俺も、あの、エルフの荒川さん一緒だ同じで、TGC 歩きたい、いやー、わかるわかるやっぱりエルフ、そのやっぱりまあ忙しい人に変わってみたい、あ、あるよね、普段見てない世界線のところ、うん、でそれで言ったらやっぱり浮かんでボルジュクさんとかいろいろいたけど、やっぱり荒川さんがそうそうそう一番今特殊な、そうそうそう、キラキラしてるしさ、うん、なんか周りも、ね、本当になんか
からあの一応芸人だけどギャルとしても呼ばれてるじゃん。いやそうだね、だからギャル、そうネクストみちょぱのポジションで言われてるそうそう、だから確かに荒川さん変わりたいかも。荒川さん変わりたいです。で荒川さんのメンタルになってた時にそのどういうメンタルでそのお笑いやってるのかも見て、ああなるほどね、自分のメンタルになって、うん、そうそうそう。で俺吉野さんをもてあそびたいメゾンの神保町メンバーで一日旅行に行くなら誰と行きたいですか。あーこれはマジで誰だろう。3人にしようか、自分以外で。俺でもなー、4人で。愛ちゃんがすごい見てる。ああ愛ちゃんも行きたいけどね、もう温泉とかってなったらね寂しくなっちゃうからな。これやっぱどう、温泉がいいですよ僕は旅行行くなら。俺もそう、沖縄とかは大変だから日帰りで。勝山さん入れたいねやっぱり僕。ああほんと、やっぱりあの人いたらやっぱり、うん、何事も笑顔になるというか。なるほどね。あーでもソイソースの鍋さんとかね。あー鍋さん明るいね。明るいからもう安心して。あと誰だろうな。あでも塚田さんとかどうなんだろうね。いや塚田さんなんてむちゃくちゃ楽しい。楽しいよね多分。むちゃくちゃ楽しいでもこのメンツは絶対楽しいの。いやそうめっちゃ塚田さんめっちゃ楽しい。俺もその温泉一緒に行かせてもらったことあるけど、俺はねまず美濃は。あ後輩ね。後輩確かに入れたいな。美濃は山地、南さん、あ、ダメだ、南さん南さんだから、まあでも美濃と山地は確実で、美濃、うん、はちょっと待って、その美濃はさっきのね、美濃は山地で、その南さんって言ってたでしょ、うん、で、その山地いないで、宮崎さん入れた4人で旅行行ってたじゃん。なんで今宮崎さん戦力外になってる。いや違う、もうごめんなさい。いや違う、言うなよそれそれ言うなよ。いや宮崎さんもかわいそうだ。あれ俺呼ばれてる。いやいや違う宮崎さんもめちゃくちゃ楽しいけど、なんか山地めっちゃ道詳しいからそこに。確かに確かに。そう宮崎さんそこでアウトです、すいません道詳しいんでごめんなさい。マイム君のスタイル維持方法を教えてください。教えてください。それはこれはでもね、ほんと不思議ですよ。やっぱり代謝がいいんだろうなっていう。中学から変わってない、はい、なんかね。だからこれ結果社交ダンスが原因だと思うんですよ。あ僕が小学校入るまではちょっとなんならぽちゃっとしてたんですよ。あそうなの。幼稚園の頃は。で幼稚園からその小稚園入る年長ぐらいで社交ダンス始めて、そこからずっとこの体型なんで。だから小学校入る前がまあそうですね、腰をたくさん動かす、まあ、これはその変な意味じゃないけどいや多分本当に腰をこう、すごい、こう回してたりしたから、なんかベリーダンス的なことを多分子供の頃からやってるから。ベリーダンス、うん、俺はねその名残がいるんじゃないかなと思います。あ代謝が良くなるんですよ。うん、だからぜひ、はい、皆さん、はい、まあ、それが社交ダンスを小学生から始めてください。めっちゃ大変だよ。お金すごいかかるんです。いっぱいご飯食べたら僕みたいにはなれます、憧れの芸人やライバル視している芸人はいますか。うん、あ憧れの芸人さんね。まあだからもともと僕はナインティナインさんに憧れてね、入ってきてますけど、近いっていうか、まああれで言ったらまあかまいたちさんでね、よく言ってますけど。ああそうか、憧れる最近っていうのは。あなたは。僕あなたもう何隠さなくていいんだよ、松本人さんでしょまあ遺書読んで芸人目指したんで松本さんを。松本さんも好きすぎて、まあそう好きすぎて最初入りましたね。ごっつすごいねってずっと中学の時言ってました。あの関西弁かっこいいでしょ。ゴッツマジ、ゴッツがゴッツおもろいって言ってました。でも俺もだって中学か高校の時あの関西弁に憧れて関西弁使ってるみたいな時期あったんだけど、はい、周りのやつで俺この前その高校の友達が見に来てたよ、ライブ。ああ、はいはい、でその後一緒に飯行って、うん、その時に話されて気づいたんだけど、うん、俺全然覚えてなかったんだけど、前もその関西弁なんで関西弁なの、うん、って聞いたら、俺もいやまあダウンタウンの影響かなって言ったらしいのダウンタウン見すぎてみたいな。やばすぎるなダウンタウンさん。それぞれで言ってるから俺もだからそう言ってんだ。俺でもゴッツなんて一回見とくないで。いや、まあ、俺もやっぱダウンタウンさん好きすぎて、その時さネットでチャットみたいなのあったじゃん。はい、ネットチャットみたいなのできるやつで、はい、俺全部関西弁で打ってて、どこ出身って聞かれたら尼崎って答えた。俺尼崎出身やねって言って。あそんな言ったら、あ次が最後の質問。やばい、ちょっと選ぼうよ。だいぶ喋っちゃってるからね。あじゃあこれにしよう。うどんとそばどっちが好きですか。絶対違うだろ。すぐだよ、うどんだよ。うどんか。ポン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 言ってみる。ちょっとね、同期はどんな存在ですか。はい、あまあね、でもまあ本当に不思議な気だなとは思いますけどね。不思議だね、本当に。令和ロマンはずっと走ってるわけだけど。そうだね、飛び抜けてる、ね、で、米田2000がバーンと行って その2組が行っちゃった分、やっぱり僕らも、うん、もう売れられるんだよと教えてもらったという。そうそうそう、だから去年の M1 とかで米田が行って、うん、なんか初めてその
架空の世界じゃないという。そう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 、確かに確かに。その、あれ昨日までいたやつが映ってる、めっちゃウケてるみたいなのが不思議になったから、それでやっぱりこのジョーダンというライブをね毎月やってもらって、それも満席でみんなでやってるんで、本当になんていうんですか、本当にでもね、めちゃくちゃギスギスしてるとかでもないんですよ。仲はいいよね。だってダメ出しもみんなでやし合ってっていう仲なんで、でもやっぱりライバルだとも感じさせてくれる。そうだな、最高な同期です。いやこれはね、本当に面白くないけど、最高の存在申し訳ない。同期は最高の存在。いや本当にそうですね。でも本当にそれは自信持って言えると思います。これは各期そうなんじゃないの。そうだね。23期はまた特殊で、はい、最高な同期。最高です。じゃあもうポール君、何か最後に言いたいことあったら、その質問だけ言ったら。じゃあお笑いしてなかったら今何してますか。ああ、それいいじゃん。お笑いしてなかったら今何してたと思いますか。ああ、でもね、お笑い好きだからね。黙れ。いやもうこの前提があるから。お笑いじゃもう、出る側じゃないでしょうね。僕多分ニュージーランドで羊飼ってます。すごいね。うん、やっぱ大自然、海外行きたい。確かにね。一回僕もさ、ああ、だからそうだね、アベマで、M リーグの、はい、アシスタントをやってます。AD をやってます。麻雀のね、はい、麻雀好きです、ね。麻雀大好きなんで。よかったね、芸人で。はい、今のところ、芸人でよかったなと思います。さあ、そんな言ってたらもういっぱい答えたやつだね。時間がなくなって、はい、教えて神保町質問トーク、そろそろお別れの時間がありがとうございました。そしてですね、一応こちらライブの告知させていただくんですけど、6月1日木曜日、ヒラバトルロワイヤルという、これはポール君が久しぶりに主催してくださった。まあそうです。まあでもこれもう作家さんとお話ししてこれやりたいんだよっていうので、そうそう。前売り1200円、当時1500円、配信1200円で、サンタモニカ、そして MC 鈴木バイダンさん、うん、そしてブラゴーリさん、いちご、金魚番長、10億円、忍という、だから若手ですね。やっぱ若手のもう平場を底上げしようぜ。確かに確かに。作家さんがめちゃくちゃ気合入ってます、この話してる時も。あ、本当ですか。で、すごい、コーナーをやると言ってます。もうすごい予告が来てる。我々の多分ダメージがすごいコーナーをやると言ってます。もう演者負担がすごいと。もう演者負担、ああもうそれはもう皆さん鍛えられる、なかなかないと思います。トレーニングです。と思います。次回は誰の質問トークが見られるのか決まっておりませんが、はい、お楽しみということで、神保町の公式 YouTube チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして拡散グッドボタンの方もぜひお願いします。それでは以上、サンタモニカの教えて神保町質問トークでした。ありがとうございました。